海外のブリーチファンの皆様、こんにちは。石田瓜生役をやらせていただいております、杉山紀明です。今回こういう形で映像での出演という形になってしまうんですけれども、再び皆さんにこうやってお会いできることを本当に嬉しく思っております。会場の方盛り上がっておりますでしょうか。本日ですね、アニメエキスポ2022、最後まで盛り上がっていきましょう。はい、今回ですね、ブリーチのアニメが10年ぶりということで、再びですね、まだアニメ化されていない部分が映像化される運びとなりました。本当に嬉しく思っております。この千年決戦編ですね、僕ら出演者の間でも最終的にこうアニメ、ね、と撮ってた頃にできれば原作最後までまた機会があったらやりたいね、できたらいいねなんて話をしてたんですけども、それがまさか、10年という時を経て再び、映像化され、それにまた携わらせていただけるとは思ってもいなかったので本当に嬉しく思っております。またですね、ブリーチという作品自体が持っているそのかっこよさですとか面白さですとか、そういったものを再び、キャストとして参加させていただいて皆さんにお届けできるのを本当に楽しみにしております。そして、石田瓜生というキャラクター、まあ、僕がやらせていただいているキャラクターなんですけれども、とても真面目な好青年な面もありつつ、でも何でしょう、時折こういちごとか他のキャラクターたちと繰り広げる、なんていうんですかね、ノリツッコミ的なところですとか、そういうなんかブリーチの作品自体が持つノリの良さをすごく、なんでしょうね、その一部を担わせていただいているのかなと思うこともあるので、今回もなんか、まあ、ちょっと千年決戦編結構シリアスなシーンは多いんですけども、またなんかその出演者の方たちと和気あいあいと、そういうところブリーチの楽しいところ、かっこいいところだけじゃなくて楽しいところも含めて、アニメ化でこう声のね吹き込ませていただいて皆さんにお届けできたらいいななんて思ってます。そうですね、ブリーチは本当にシリーズも長かったので、いろんなシーン、かっこいいシーンや本当に楽しいシーンや、いっぱいあるんですけども、その中で、僕がふと時折思い返すのは、結構最初石田瓜生って結構かっこいい感じで登場して、こういちごと共闘していく形になるんですけども、そんな時にですね、初めてギャグっぽいシーン、弓矢なんか頭の上かなんかに乗っけたりして、なんか結構ギャグっぽくやってるシーンがあって、かっこよくこう原作通りやってきて、ここでブリーチならではの楽しさが全開で出るっていうようなシーンがあって、そこをなんか森田さんとかと話しながら、こうもっとやっちゃった方が面白いですかねとか、そんな話をしながら収録した思い出がありますね。やっぱりなんでしょうね、かっこいいシーンね、かっこいいキャラクター、セクシーなキャラクターいっぱいいると思うんですけど、瓜生はどちらかというとそういうなんか面白いシーンも結構多かったりするんですね。裁縫が好きだったりとか、なのでそういうシーン、みんながこうじと汗になっちゃうような、そういうシーンとかもね、またなんかでアニメでまあどれだけあるか分かりませんけれども、あったら楽しいだろうななんて期待はしていますけども。はい、ということでですね、ブリーチ千年決戦編が、アニメ化されるということで、久しぶりに皆さんの前でお話をさせていただきました。きっとこの後もですね、皆さんの期待を裏切らないような素敵な発表がたくさんあると思いますので、ぜひそちらもお楽しみにお待ちください。ブリーチ千年決戦編、ご期待ください。